家族社会学が専門の西野理子東洋大学教授は毎日新聞政治プレミアの取材に応じた。結婚への憧れは若者も持っているのですが、実現が難しいとも思っていますと語った。西野氏は、一生結婚するつもりはないという未婚者は増えています。しかし、いずれ結婚したいと考える人は、減っているとはいえ、まだ圧倒的に多いのですと指摘。大学の授業で結婚したいかと聞くと皆手を挙げます。ところが、自分が将来、結婚していると思うかと聞くと皆手を挙げない。できないかもできないだろうと思っているのですという。コスパタイパの慣れの果て。まあ底辺が無理に子供産んでも貧困の再生産になるだけだし身の程にあった暮らしでいいんじゃねえ。共働きするくらいなら結婚しない。こんな感じで調べると記事わんさか出てくるからな一部の富裕層以外はしなくなるんじゃないか。めちゃくちゃ金がだだ余りとかなら結婚したいな。試しに、ぐらいじゃない。ほとんどの人は前提条件が叶わないのでしていない。無理やりお見合いで結婚して作られた人口より今が自然なんです。それな。コミュニケーション能力なんか親の影響でかいし、機能不全家庭で育つと家庭家族の存在意義がいまいちわからんしな。んなこと言ってたって結局みんな結婚してくんだよ。日本は深く考えすぎ。合わなかったら離婚すればよい。バツ2バツ3が当たり前になればいいよ。結婚にかかる費用いくらかかると思っているんだ。見栄を張らなければ役所に行くバス代くらいだろ。共同生活なんて俺には無理だな。稼いだ金も自分のために使いたいし。自分のできることを全てしてあげたいと思える相手に出会っていないだけだよ。みんなそう思って結婚するんだよ。女は相手を選ばなきゃできるよ。男はできない。君は生き残れるのか。できないだろうと思わされているが正しい。結婚しようと思ってもできないだろうという自覚はある。だが同時に結婚したいという思いも特に感じないってのも事実。今の50歳の男の未婚率がすでに3割に迫ってる。結婚するのが当たり前で世間の結婚への圧力もまだまだあった時代に20代を過ごしていた連中でも3割。ということは、今の若い子は4、5割いきそうだな。今の若者の社会保障の収支はマイナス6000万にもなるそうだ。結婚も子育ても無理だろう。子供を作らないと、自分たちが老人になる頃には、収支でマイナス1億超えるからな。そうした世代間搾取がアホ臭いから単身ひっそり生きるんでしょう。君たちはどう生きるか。夏休みに君たちはどう生きるかを見に行きます。ようやく愛に世間が追いついてきたか。一人で生きられるんならいいんじゃないのかしら。一人で生きられるんならね。離婚歴は否定しないけど、サラリーマンで離婚歴ある人は、前妻や子供への支払いとかで、貧乏になってるからな。おすすめしがたいわな。算定表通りならそんなに無理はない。今の若いやつって車も持ってないやつが多いんだろ。それでどうやって彼女とドライブデートするんだよ。普通の男ならローン組んででもかっこいい車を買うものだ。なら若い男の給料をもっと上げないとダメだろ。昔の方が若い男の給料は安かった。それでも彼女にかっこいいところを見せるために努力していたんだ。昔は大卒女性が少なかったから、若い男以上に若い女の給料が低かったんだよ。だからみんな結婚した。結婚はゴールではないからな。むしろ出発と言える。あえてそのレールに乗らない人もいるわけ。かなりハードだからね。レールに乗らないとあとは獣道か茨の道しかないけどな。今の若い人に絶対言ってはいけない言葉。普通の人生を歩めてよかった。これ言ったらキレられるぞ。もう結婚とかどうでもええやん。アホくさ。俺はこわり離婚までしたけど、ほんと結婚に向いてなかった。向いてないと思うやつは結婚しない方がいい。できないとかしたくないとかより、しちゃいけない気がする。若い男って昔みたいにブサメンや童貞が意地張ってるんじゃなくて、シンプルに自分には縁がない話だと諦めてる人多くない？あまりに潔いというか希望すら持ててないようで危機感を感じる。額面300万円台の男女や非正規無職は、最初から結婚を諦めてる。酸っぱいぶどうにもなってない。少子化より、まずは結婚のハードルを経済的に下げる。まともな政策や補助金を支給しろ。結婚は別にして子供は残しとけよ。つうか、年収600万もらっても手取りで450万くらい。そこから消費税 10% 引かれる時代にどうしろと？900万もらっても630万くらいやで。したくなきゃしなきゃいい。生まれた時から不景気で何も楽しいことを経験せず人生を過ごすことを誰も止めはしない。昔は結婚しないと生きられなかった。今は結婚しなくても生きられる。あれ、むしろ良くなったんじゃね？いやでも30手前で焦って30半ばまでまともな奴は全員結婚するから問題ない。結婚はした方がいいよ互いの社会保障で。籍入れるくらい誰でもできるだろう。金持ちも子供作らないのが問題。みんな自分とこの家系図って見たことある？俺ないんやけど子供に結婚してほしいんやったら見せといた方がいいんやないかな。関係ないやろか。自分のルーツに興味はあっても子孫繁栄とかは別にな。兄弟に子供できたから一族としては後に残るし、家系図でも途切れてる奴多いからな。離婚して仕事に集中したら年収が300万上がった。はっきり言って家事育児分担とか机上の空論。金が欲しいということじゃないよ。家庭をどう維持していくかだよ。それには専業主婦が一番だ。家庭がないから集中できるのだよ。それはあるだろうな。コミュニケーションって、結構負荷高いし。
ああもう子育てもコミュニケーションも、なんで雑じゃダメなんだ草。使用したいと強く思えるかどうかだと思うよ。そう思えば行動することに疑問も持たないしね。東アジアで少子化が一番進んだ原因は見合い結婚をやめたからだろうな。部屋を借りるときと正社員就職するときの保証人問題さえ解決すれば一生独身も悪くない。結婚することでメリットが生まれるようにすればいい。現状はデメリットしかないのが問題。うちの兄とか離婚したときにもう一生結婚しないって言ってたけど、あっさり再婚したよ。お前ら結婚って自分と同レベルしか来ないからな。身の程を知れよ。男は自分より低レベルを選びやすい。女は自分より高レベルを狙う。今の男は自分と同程度の収入のある女性としか結婚しないよ。ただ自分より収入が高い女性は嫌う。家事育児をしつけられないから、7割から9割というのが一番好まれるかな。このスレに若者が一人もいない件に関して、できない理由を考えるのではなく、親世代が迷惑かけすぎなんだよ。普通にスペック高いやつが貧乏親の介護や看病で若くしてろくな仕事ない田舎に帰る羽目になってそのまま貧乏生活して未婚だったりするからな。周りだけでも何人もいるわ。これだけは言える。25から35までの10年で何もなければ確実に婚期を逃す。ガチやな。ついでに言うと、25-29 のレンジ。時代とともに男にとって結婚のメリットが減ってデメリットが大きくなったからしょうがない。女にとっては相変わらずデメリットよりメリットが上回るから結婚に必死なんだろうけど。結婚とかはともかく、ごちゃんする暇あったら彼女くらい作る努力すればいいのに、いないよりいた方が日々の生活は楽しくなるよ。振られてもそれはそれで人生の勉強になるしで、話の合う人と LINE するだけでいいみたいだよ。今の若い人が求めるのは、自分の居心地のいい場所、自分を理解してくれる理解者だ。彼氏彼女がそうなったらいいんだけど、人間って顔を突き合わせると喧嘩もするしね。普通に結婚したい、結婚したいと思える女の子がいれば即結婚したい。そんな上からじゃダメだな。結婚したいと思われる男になるんだよ。結婚すれば必ず伸びるからみんな関心あるのは知ってる。みんなモテないもんな。くさ、本気で悩んでるようなやつよりこじらせたやつばっかう。結婚したいならリモートワークだけはやめとけ。24から35まで出会いどころか会話例だったわ。今日もかわいそうな奴らが集まってんな。金稼ぐ能力のない奴は結婚しなかったらええ。幸せを感じたことのない奴らはこうなるんやろな。身の程知らずとか高望みなんてもってのほか、鏡も見ない奴が相手のこと理解できるのかと。だからこそ婚活から降りるも男も増えてきてるんだよな。身の程を知れ鏡を見ろと毎日のように言われ続けてきたんだからな。身の程を知ったら結婚なんて不可能だと理解して婚活を放棄するっていうわけ。身の程がそうならしょうがないことだろう。そんなもん今に限らずいつの時代でも同じなんだから。そのしょうがないが理解できずに婚活を放棄したも男に文句を言う世間の連中の多いことよ。世間様が言うように身の程をわきまえた結果婚活を諦めただけなのになんで文句言われなきゃならんのか。女は若ければよっぽど顔が悪くない限りなんとかなる。男は最近は顔も良くて金を稼げないと結婚できない。昭和のおせっかいおばさんがいなくなったからだと思う。年頃になると男女ともに縁談の話が来るだろ。おせっかいがいなくなったというか、いらないおせっかい扱いされるようになった。あと会社員目線から言うと、会社の女性が激減した気がする。リーマンショックで、受付嬢とか、お茶組女性とかほとんどいなくなったのでは？雑務してもらう女性社員が激減した気がする。会社で女性と知り合う機会も激減した。いやいらんだろ。給料に見合った働きしてるとは思えないし。心理師やってる人に教えてもらったが、いい歳して独身ってのは、親と不仲、親を大事にしてない。って傾向が多いみたい。知り合いのいい歳して独身の人は親とめちゃくちゃ仲良い。いわゆるピーナッツ親子。どちらにしても親子関係家庭が変な人が独身多いのかもね。聞こえは良いが仲良すぎも考えもんだよ。親の子離れができない歪んだ状態にある。今は過干渉の親から逃れたい子供の相談が多いって、スクールカウンセラーの人が言ってた。ぶっちすりゃいいだけやん。子供にはなかなか難しいんだよ。自分一人の稼ぎを得るのは大変だ。仕事を続けられるってだけで立派なもの。ギリギリな層が下手に結婚して困窮しても自己責任と叩かれるだけだもんな。子なしでいいならともかく。家族が生き残れるかなら結婚より親の介護がネックになってくるんじゃないかな。Z 世代は、親に施設検討する時代には特養とかほぼありえず有料施設ホームですら減ってて兄弟姉妹少ないから両親抱えないといけない。自由恋愛結婚って失敗なのかね。人権言ってた末に人は滅ぶことになるのかね。自由競争なら強い者が勝ち、弱い者が負ける。強い者が異性を独占し、弱い者はあぶれる。自分より年上で子供嫌いの人がいたら結婚したいが、婚活に来てる人はみんな子供を欲しい人ばかり。これからの時代は親が孫育てのサポートどこまでできるかにかかってる。金銭的、子育てサポート、どこまで子供夫婦に援助できるかで結婚へのハードルが決まる。孫育てしてまで孫の顔見たいジジババ世代も減ってそうだな。少子化って最大多数の最大幸福の結果だと思ってるんだよな。できっこないをやらなくちゃ。やっぱり独身税だな。いや子同時補助金制度だな。子同時に補助金やるの？なんで？親のすねかじりをさらに甘やかせるわけ？恋愛や結婚市場は差別が正当化される特殊な環境。
少年野球レベルのやつが大リーグでプレーしたいと言ってもそりゃ無理なのよ。周りを見ると男は家事できない方が結婚してるな。逆に料理大好きってやつは未婚が多い。料理大好きマンはいろいろこだわり強くてうるさい部分がありがちだからな。それ以前の未婚スレで話題になってたけど、一人暮らしだから料理がうまいって大嘘だよ。ワンルームマンションのキッチンなんて使いにくくて仕方がないから、料理好きな人も料理をしなくなるんだ。そもそも結婚などしなくても日本人以外は勝手に人口100億になるからな。今の日本人1億2000万人も戦後経済成長期の核変みたいなもんだろ。核変終了で元の5000万人に戻るだけ。また未来で核変来たら勝手に1億になるだろ。どんな子供が生まれてどういう人生を歩むか大体わかってるからな。遺伝と階層固定社会は残酷。本当に好きな人現れたら行動が理屈から情動に変わるからな。まあみんなもいずれ経験する。ほんそれ。まあその結果後悔したりするかもしれないけど、草理屈や条件じゃないよね。いずれが永遠に来ないやつが多数いそうなんだけど。わいは43のおっさんやが、あんたら若いんだろ。20代から30歳で決めた方がいいよ。それ以降はマジで相手いなくなる。健闘を祈るからな。おやすみ。できない若者に頑張れって精神論しか言わないの笑う。結婚諦めてるのか。男の収入だけで家族全員食っていけないなら子供は持てんだろ。子供を持たないなら結婚する意味がない。同性パートナーでいいんじゃない。新規を増やせないと参加者が減っていくだけ。結婚しないなんてコスパ悪いになれば結婚するよ。政府はやる気ないんだろうけど、草今同棲してるけど結婚したくない。事実婚がいい。相手親に会いたくないし、子供いらんし。あまりひねくれたり難しく考えずに友達や親戚の紹介で気が合う適当な相手と結婚しとくのもいいと思うけどね。年金制度も夫婦でもらう前提みたいな感じだし。子供作らないならあんまり深く考えなくていいと思う。子供はよほどお金に余裕ないからあかんけど。子供は大卒という箔付けのために金かかる。給料からはジジババの年金を吸い取られる。一人で生きていくのはまあ安泰やろ。男は結婚できる人は大抵してるからね。未婚でいいとか言ってるのは20代の遊びたい盛りの時だけ。結婚しない方が心身ともに豊かになれるとは思う。結婚した方がうんぬん言うのは結婚させるための方便だと今さら気がついたけん。お試しでやるには結婚と子作りは重すぎる。お試しで生涯独身貫く方がよっぽど重い。取り返しつかないからな。結婚に何の意味があるんだよ。男女の気持ちなんて数年も持たないのに縛り合うことなんかないよ。金なくて結婚諦めたわ。若い時だけどね。独身の孤独感を紛らそうと趣味の集まりにいろいろ参加してるけど、メンバーの会話で旦那妻とか子供とか言った単語が出てくると取り残された感が刺激されてきついんだよな。5ちゃんの煽り厨房と違って相手に悪意はないんだが、Y の経験では孤独には向き合った方がいい。例えば筋トレおすすめ。俺は結婚しない、多分しないと思うし、ないんじゃないかな。人前で結婚できると思うと手を挙げるやつって人間の心理推測できんのかな。2000年頃の中学生に将来の夢を聞いたら公務員がトップだった。物心ついたらバブル崩壊、就職氷河期を目の当たりにして夢を見ることすらできなかった最初の世代だ。彼らは今子育てをしているだろうか。いやもう若いやつはバンバン結婚してるよ。揺れ戻しはもう来てると思う。結婚って基本寂しがり屋の人がするからね。だからどんなに夫婦仲が悪くても仮面夫婦してでも配偶者がいる方が独身よりいいだろうと思ってる既婚者って結構いる。まず両親見てどう思うかだ。結婚なんか年収500万、50歳までなら誰でもできる。家事ってそんなに大変に思えないけど1年365日休みがないのが辛い。育児は休みがないけど家事は面倒な日はサボればよいだけだ。1日何もしなくても家族が何も言わなければいいけど、掃除もしなくて食事も一切作らなくて、まあ相手次第かな。家事なんか楽、適当に休めばいいっていうやつに限って食事ができてなかったり服が洗濯されてなかったりしたら切れそう。快適に暮らせるレベルの家事にかかる労力のイメージが人によって違いすぎるんだよね。だから快適だろうが適当だろうが夫の能力には関係ないっての。コスパとかじゃなくて理想を高く見てるからだろ。みんな早くスマホの中の非現実から目を覚まして現実見ろよ。いつまで何かを待ち続けてるんだよ。結婚すれば幸せとかいう幻想から目を覚ましたんだろ。できると思っていたらできないまま40を迎えることもあるから、端からできないと思っていた方が良いかもしれん。愛する人に金で苦労させたくないという感情がものすごく強いんだと思うよ。金で苦労させるくらいなら潔く諦めるのは十分理解できる。いや、金がないと必要とされない愛されもしない現実を認めたくないだけでは。自分の金と時間は自分のために使って自由に生きていきたいだけだよ。情報片手に動き取れなくなってるな。結婚が贅沢品になってしまった。結婚どころか人付き合いが面倒になってきた。家族残すくらいしかメリットがない。失われる時間があまりにも多すぎる。昭和の頃とか金なくても愛でくっついてたわけじゃん。なんでこんな高望みするようになったの、男女ともに。昭和は未来に夢があったからじゃない。金がなくても日本がどんどん再生して頑張ろうみたいな空気すごかったと思うし、貧富の差もそんなに目立たなくてみんなお金ない中で勢いだけあるから結婚するのは怖くなさそう。若者に聞いてるんだよ、お前らにじゃない。自分が高望みだから付き合いもできん。
自分のレベルを上げないとレベルの高い女無理。自分のレベル上げに時間かけすぎて終わるタイプ。結婚しない人が増えたらそういう人たち向けのサービスが増えて暮らしやすくなるからもっと増えろ。今でもお一人様向けのサービスはいろいろあって、昔に比べたら生活しやすくなってるよね。ああ助かるわほんと。コスパ悪いって言われながら育てられたのか？家族すらコスパで考えるようになったら人間としての尊厳をなくしてるのと変わらないぞ。野生動物と同じ。できないではなくて他人事なのだろう。すると面倒な現実が待ってることを感じている。個性を大事にプライバシーには親すら配慮なんて育ちをしていたら、他人事となるだろう。実際自分自分できた人間には他人と生計を共にする生活なんて面倒でしかない。昔は大人数で雑魚寝で個室なんかありえない。就職してもしばらく大部屋雑魚寝の世界だから結婚も相当相手選び失敗じゃない限りは、悪くはなかっただろうけど。結婚のバカバカしさを見てるからな。親を見てるから。しなくてもいいし好きに生きたらよいよ。まだ20代だし余裕で結婚できるわ。若いって強みよな、ワイもいるが。大学時代に将来の結婚相手見つけないと詰む。巻き込み行けよ。ガキの頃に結婚相手決めるのはリスク高い。25で結婚とか金持ちじゃなきゃ無理。まず貯金がない。借りてる人は奨学金とかも返済終わってないし。それに若すぎる結婚は不倫、離婚の元になる。年齢が上がると離婚しづらい。医療費負担を年齢パーセントにしろ。30歳なら 30%、 70歳なら 70%、 100歳以上は 100%。 浮いた金を若者に回せ。できないというのは嘘つきの言葉なんです。できないとしないは違うぞ。浪費家のパートナーとか掴んだら一生の負債だぞ。それな、月10万以上も平気で遊びや服とかに使ったりする人いたけど、家計にきつそう。男は年収低いと結婚できない。女は年収高いと結婚しない。データで出ちゃってる。彼女なんかできない、告白する気もおこきん、敗北が見え見えだからな。次第にめんどくさくなって、彼女頑張るより仕事に熱中しだしたりする。昔がいい時代だったとは言わんけど、昭和の頃は亭主関白みたいに男が強い時代だったから男から積極的に行けたけど、今の若い世代は女の方が恋愛結婚だと立場強いから男はなかなか積極的に行けないよな。男は自分からアプローチするのを諦める一方で、女から行くっていうのはそこまで多くないし。若い奴の価値観と親の価値観って全然違うから、特にイケてない親があれこれ言っても子供には助言にならんしな。で、イケてない親の子はほぼイケてない子。それな、親がキモかったからワイもそうなったわ。ジジイは割とイケてたから、ワイはどうかな。結婚しなくてもいいから子供作れ。コスパ悪いから結婚しないんだろ。結婚も旅行もしないし恋人も友達もいらないんだろ。コスパ悪いから。個人の自由を最優先にした結果がこれ。政治のせいでも経済のせいでもないよ。自称知的生命体の浅はかな考えがもたらした結果、生物の存在根本から間違った間抜けな話。昔は労働のために子を産み、増えれば増えるほど働き手が増え豊かになっていたが、昭和後期からは子は愛玩であり娯楽でしかなくなって、子が増えるほど経済的負担が増していった。しかも今やこの座は愛玩ペットに取られつつある。収入費の子育て費用、昭和より今の方が負担率高いんだよな。結婚の前に彼女すら作れてないやんくさ。ペットですら前みたいに味噌汁ご飯与えてたらボロクソに叩かれるからな。それ以上に子育てのハードル上がってるし、それが前提の結婚も難しいもんだな。年収は700万以上。今時家事も育児も男がやって当然。そこがスタートライン。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。